おい最近銀行1年の同期がバンバン辞めてってる回録でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、7月の31日、7月最後の日だということで、7月31日といえばね、まあ大体の皆さんはお分かりいただけると思うんですけれども、サマーウォーズというですね映画、あれは7月31日がですね、メインのよろしくお願いしますポチーってなんかやるじゃん、ね、主人公のシンジ君じゃないわ、シンジ君はエヴァだからね、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ、あやみを返せだけども、誰だっけ、出てこない、誰だっけ、ここまで出てんだよな、何君だっけ、あの子、あ、俺めっちゃ俺セリフ言えるぐらい見てんのにな、サマーウォーズ、なんだっけ、なんて名前だっけ、調べよう、神木隆之介さんが、あ、小磯健二君、健二君がね、よろしくお願いしますポチーンってやるね、シーンは皆さんでもご存知だと思うんですけども、あれね、7月31日なのよ、知ってる、あの映画がね、何日から始まって何日で終わるかってみんな知ってる、知らなくてダメです。その日ですね、ちょうどそろそろかな、小惑星探査機あらわしがね、切り離しじゃねえよ、日本にこう地球に落ちてくるっていうのをね、小磯健二君たちがいる長野のね、何日だっけ、あっこは伊那市かな、伊那市か、長野県の伊那市のね、陣内家の家にこう落とそうとする時間、多分この時間は2時とか3時だと思うんですけども、今日はそれはまあ全然関係ないんだけども、僕がね、銀行辞めますって銀行に言った時に、銀行側はどんな感じで反応して対応してくれたのかみたいなね、話をまあしようかなと思います。はい、みんなボーナスもらった？6月にさ支給されるでしょ、もう1ヶ月ぐらい経っちゃってるんだけど、ボーナスもらうとね、辞める人って増えるんだって。やっぱりここまでもらってから辞めるって言おうみたいな感じの人が結構多いらしくて、うちの銀行でもね、3年目の12月のボーナスをもらってからドラッと辞めますっていう人がね、増えるっていうのがあって、なんでかっていうと、3年目になるとね、銀行員ね、ランクが1個上がるんだよ。10段階あるランクの10から9に1個上がってたのね、うちの僕がいた銀行はね、上がってたから、それが上がるとボーナスの支給額が2年目にもらえた額の3倍ぐらいかな、3倍もった2倍、あ、もうどっちでもいいわ、あ、まあ損害なんだよ、2倍か3倍ぐらいになるから、そこをもらってから辞めますっていうね、人が増えるみたいなのがまああって、で6月ね、夏のボーナスはさ、業績とか関係あるじゃん、6月のじゃ12月のボーナスってさ、会社の業績関係なく 100% 出しますみたいな銀行がね、多分これ多いと思うんだけど、夏のボーナスっていうのは去年前期の成績をもとに 120% 支給なのか 130% 支給なのか 110% か 100% か 105% かみたいなね、支給率が変わってくるみたいなね、ものがあると思うんですけども、それがもらえる時だから、話長、俺もう4分ぐらい撮ってんだよ。まあ今日はこういうダベる感じの動画にしようと思ってるからいいんだけど、まあそのボーナスがもらえて、あ、どうしようかな、上司に言おうかな、どうかな、気づけば夏になってみたいなね、方が非常に多いと思うんだけども、僕もね、ちょうど3年前か、今年が22年だから、ちょうど3年前の今ぐらいだね、今ぐらいに課長と支店長に、すいません、10月末で銀行辞めたいですみたいな話をした時期なんですよ。俺はね、その時ね、別になんかその怒られたりとか、引き止めにはあったけど、なんかその上司からダーって言われるとかってことはなくて、俺ね、本当にね、銀行にいて、俺はまあ恵まれてる視点にいたんだろうなと思ってたのよ。その業務的には結構きつい視点だったんだけど、そのいる上司とかっていうのに、なんかそう、なんかパワハラでガーとか、そういう人がいたわけじゃないから、その点ではまあ比較的恵まれとったんかなと思ってはいて、ある日の朝行ったわけよ、ね、今日もさ、普通にみんな仕事すんだろうとね、課長が思ってたところに、僕がね、こうもじもじしながら、すいません、10月末で銀行辞めたいんですけどみたいな感じでね、言いに行って、なんで課長タバコ吸ってたね、あの日バーってタバコ吸ってて喫煙所で、で、すいません、僕辞めたいんですけど、ちょっとマジで、あ、じゃあもうそれすぐ支店長に言わないけんわみたいな感じで、そこでなんか会話があるわけでもなく、課長さんもその場でタバコばって消して、もう平然と、今まで何人かさばいてきたんですかみたいな、もう、あ、もう量産型ですね僕みたいな感じの対応で、あ、じゃあ支店の中入ろうって言われて、支店の中入って、課長がね、支店長さんすいませんって言って、支店長室に課長をね呼んで、課長が支店長室に呼ぶってよくわかんないけど、まあ呼んで、カイ君が10月末で辞めたいって言ってるんですって課長の口からね言って、俺から言うって思うじゃん、けど課長さん結構そういう人だから、新長もね、みたいな、
自分で言うのもなんなんだけど、僕ね、その時の支店長にどっちかっていうとね、好かれてた方だと思うんですよ。僕ね、あれなんですよ、年上の人に全然好かれなくて、マジでね、全然好かれないの。なんでなんだろうね。その上の人に対しても下の人に対しても多分こういうテンションで話しかけたりするから、なんだこいつ生意気だってね、思われることが多分多いのかもしれないんだけど、まああんまりね、年上から好かれないのよ、僕。だから僕そんなに仲のいい年上の人って全然いなくて、基本的に同い年か年下もそんなにいないんだけど、基本的に同い年のコミュニティに所属してる。なんだけど、その時の支店長さんっていうのは、支店にまあ男性行員3人いたんだけど、僕ともう一人の先輩のことは結構目にかけてくれてて、お前は俺が育てるんじゃみたいなことをね、ずーっと言ってたようなね、支店長さんだったんで、ほうみたいな、嘘だろうみたいな感じで、目を丸くしてですね、すっごい落ち込んでたのは覚えてます。で、ちょっと課長さんにね、課長お前ちょっと外してくれって言われて、言って、支店長ですね、僕と支店長が2人きりになってね、こう対面で座ってさ、ちょっとだけ話させてくれって言われて、はいみたいな感じで座って、僕はもうその時辞めるって決めてたし、今のね会社にも内定もらってたんで、どんだけ引き止められて もう戻る気はないっていう風な感じだったんですけど、一回考え直してくれんからね、わしがパワハラな部分があったりとか、その他なんかその課長とか他のね公員とかから嫌がらせを受けて、まず辞めるような方向にしたんだったら本当にまず申し訳ないと。僕はそんななんか先輩からパワハラ受けたりとか、その支店長とかから課長から嫌がらせを受けるとか、なんかパワハラ受けるとか全然なかったので、いやそんなんじゃないですよみたいな感じ言ったんですけど、あ、そうかみたいな、もう足の目の前じゃ、まあ、言えんよなみたいな感じで、すごい自分のことをですね支店長させられて、いやマジそんなことないんですけどみたいな感じで話をした後にですね、まあその支店長がじゃあ分かって、なんで辞めるんかっていう風な感じでね話を聞いてきたんで、いやまあまあこういうことをしたいなと思ってますみたいな、僕が辞めた理由っていうのはですね、どっかの動画で僕言ったと思うんですよ、まあ、2年ぐらい前の動画か、だから改めて言うんですけど、銀行ってさ、ネット化が全然進んでないの。まあ進んでる銀行もあるんだけど、進んでない銀行って結構多くて、俺さ個人ローンっていう業務やってたのね。まあそのネット化が進んでないことによって、その店頭に来るお客さんとかめっちゃ案内するわけよ。いやもうこうしてください、ネットで申し込んでくださいよとか、いやもう紙で申し込むんだったらここ書いてもらって、ここ書いてもらってみたいなの、マジで付きっきりで案内しないと、お客さんをね付きっきりで案内しないとマジで書類が通んないのよ。なんでかっていうと、それだけ誤字脱字とかに厳しくて、ちょっと数字が違ったら受付できないとかっていうのが平気であるから、銀行員が案内して申し込み書をね書ってもらったりしないと、後々の仕事が増えるっていう風な感じになってるから、すごいね丁寧に説明しなきゃいけなくて、僕は当時個人ローンと法人融資っていう業務両方やってたんだけど、その法人融資ってやつもなんか次元があったりとかで忙しくて、教えてもらいながらやったからね、本当に自分の隙間時間でやるみたいな感じになっちゃってた。とにかく時間を作りたい、仕事の効率が悪すぎるっていうのはすごく思ってて、それは要因何なんだろうと思った時に、当時ね2019年とかよ、もうスマートフォンが出てね10年弱経ってる時に、いまだにね店頭で紙で申し込むみたいなのが状態してたから、僕がいた銀行、これは良くないなってのずっと思ってて、じゃあこれをさ、僕が銀行の中で昇格してとか本部に行けて改善できるってなったら何年かかるんだろうみたいな、短くても5年かかるぞって思って、5年だよ5年、その目的達成するのに、これはどうなんだろうみたいなね、これは最善じゃなくないかと思って、じゃあ俺が銀行じゃない会社に行って、外から銀行をアシストするような会社に入れば、1年とかさ半年とかでさ、もしかしたらウェブの申し込みを増やせるかもしんないとか当時思ってて、ああだったら俺が銀行に、一銀行員としてこの会社に貢献するよりも、外部の会社に行って銀行に貢献した方が俺の貢献度は大きいんじゃないかと思って転職したんですよ、表面上はね。はいまあ本当に思ってるよ、本当に思ってるんだけど、まあね、内心にはね、あ、東京行きたいなみたいな、はい、僕根っからのね都会が好きな、もうミーハーなんですよね。とにかく都会に行きたいっていうのもまああってさ、テレビっ子だったから、もう当時のさ、俺が小学生ぐらいの時のドラマってもうキラキラの都会で働いてる人たちのなんかドラマみたいなばっかだったから、そういうのに影響を受けて、ああ将来的に東京来てえなと思ってて、なんだけど大学でね愛知県の方まで行って、やっぱ地元帰りたいなと思って帰ったりみたいなのがあって、なんか悶々としてたっていうのもあったんだよね。いや東京に行けたのになんで行かなかったんだろうみたいな思ってる自分もいたから、じゃあまあ今回は一気に転職しようみたいな感じで転職しましたと。何の話してたっけ、こう、まあ、こういう理由で僕転職するんですみたいなことを言ったら、支店長がね、いや IT 系は過労死する人がおるぞみたいな
話をね今度し始めてさ、なんとかね俺のこと引き止めようとなんかいろんなこと言ってたんだけど、まあちょっといや僕はもう決まってるんでみたいな感じで、ね、言ったら、あそうかみたいな、分かった、じゃあまあちょっとあと2ヶ月ぐらいになるけども、今一度ちょっとあの3月末まで追ってくれんかみたいなね交渉持ちかけられて、いやちょっと僕10月末でもう辞めるって決めてるんでそれはできませんって言って、人員の確保がみたいな話をねそこからされたんですけども、まあ人員を確保するかどうかっていうのは僕に人事権はないので、ああ俺の仕事ではないなと思いながら、僕が悪いわけではないじゃないですか、退職者が出るっていうのはね会社は想定できることであって、そこに対するね人員補填をできるような状態にしておくっていうのは別に僕ができることではなくて、突発的な穴っていうのは人事部が埋めるべきものだと僕は思ってるし、まあそうじゃんね、だからあちょっとそれはあの僕に言われてもみたいなこんな感じで言ってないよ、こんな感じで言ってないけど、まあ SSSS いやちっちゃいっすみたいな感じで なんとかね切り抜けて、まあ、そんな感じだったかな。だから引き止めにあったけど課長には引き止められんかって、支店長にちょっと2、3日ぐらいかな、もう考え変わらんかみたいな感じで言われたことはあったんですけども、いや変わんないっすみたいなすいません変わんないっすみたいな感じで言ってたぐらいだったかな。でそっからね、どこの銀行もどうか知らないんだけど、まあ、人事の手続きとかっていろいろあんのよ、辞めますみたいな、あの5年以内に辞めるのでもうこの会社に戻ってこれないですけどいいですかみたいな誓約書書いたりとか、業務上知り得た会社の個人情報とかね、法人の情報っていうのは漏らしませんみたいな誓約書にサインしたりとか、あとなんか人事部からのヒアリングもあったね。その銀行ってやっぱり3年以内の離職率って比較的多分高いのよね。だから次の採用の時にはそういう人がなるべく増えないようにみたいな感じで、どういう理由で退職をしたかみたいなのを貯めてるんだと思うのよ人事で。だからそのヒアリングのために、あのなんで辞めるのみたいな感じの人事担当の人から電話が来て、いやまあこういう理由で辞めますみたいな言ったら、他の部署に行くってこともできるんだよみたいな、なんだそれと思ってね僕は当時、なんかそのごネタもん勝ちみたいなのは何なんだと思ってさ、いやいいっすいいっすみたいな感じで断ったんだけど、多分あるんだろうね人事の人たちも、この2018年入社の人の中で、3年以内離職率を何割に抑えなさいみたいな、多分ね上からのお達しがあるんでしょう。だからその辞めさせないためにはなんとかこう手を尽くしてね、一人でも離職者を出さないみたいなことをやってるのかもしれない、これは分かんない、分かんないんだけど、 IT 関連の部署に行くんだったらちょっとなんか来期になるかもしれないけどどうみたいな言われてね、よくないよね。そのなんか本当に行きたいと思ってさ、一生懸命さ資格の勉強をしたりとかさ、なんかその辺の知識をさ貯めてる人がちゃんとしたルートで希望の部署に頑張ってたら行けます権利みたいなのがあって、すごいいいなと思う生徒なんだけど、まあそういうのを使って今までね法人融資やってたけども保険商品やりたいですみたいな部署に行きたいですとか、船舶やりたいですとか、そういうなんか ルート転換みたいなのができたりして、あとはまあずっと支店長とかにさ、あの面談のために、いや僕はこの部署に行きたいと思ってますみたいな、いや僕は将来的にこういうことやりたいですっていうのを言ったら、まあ、支店長がね、まあ、こいつ頑張っとるから行かしたるかみたいな感じで、あのそこの部署とか人事とかと交渉して配属してもらうみたいな、こういうねルートがあったりするんだけど、まあそういうさ、ちゃんとさ頑張ってきた人がさ希望の部署に行けないことがあるのに、ちょっとなんか僕辞めたいんですけどみたいに言ったらさ、じゃあちょっと希望の部署行かせてあげるから辞めないでみたいなことができちゃうのはちょっとねこれ良くないよねって僕は思ったよ当時。気持ちはわかるんだけどね、気持ちはわかるんだけど、そのこれは良くないなと思いながらですね、僕はいやいいですと言いまして、なんかヒアリングされたらパワハラあったとか、どんな業務が嫌だった、僕は別にパワハラはないですみたいな、業務はまあすっごいできる先輩がいて、僕の融資係に女性の先輩で、もうすごいよ、もう融資の神、ゴッドオブ融資みたいな、オブゴッドオブゴッドオブゴッドオブ融資みたいな女性のね先輩がいて、その先輩にめちゃくちゃ丁寧に育てられてた。その先輩のかっこいいエピソードはこの動画でちょっと紹介してるんで、ちょっとこっちもね見てほしいんですけど、まあそういう先輩がいたので全然業務的に不便があったとか不満があったとかっていうのは別にないですって言って、で僕さ結構研修でバイ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 言ってたから、なんかベイ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 言うんだけど、まあやることやってたのよちゃんと。なんか勉強しろって言われたら勉強して、殺官しろって言われたら殺官して、チームまとめろって言われたらまあまとめたりとかさ割としてたから、銀行の中の校内法みたいなのがあって、うちの銀行そこになんか今年の研修で頑張った1年目4人を乗せるみたいな企画があったのね当時。それに俺選ばれたのよ。すごないこれ。160人ぐらいいるやつの僕と、もう一人なんか俺と一緒にギャーギャー騒いだけど8ヶ月で辞めて公務員になったやつと、あとなんかこの子も辞めたんだけど、なんかちょっと辞めちゃった女の子と、多分この子はまだいる女の子、高卒の子だったから、
みたいなのがいて、まあその 4分の3も辞めちゃってるんだけど、まあそういうのに選ばれたぐらい僕結構真面目にやってたんですよ、銀行員時代。今が真面目じゃないみたいな感じだったけど、今も真面目だからね。まあそんな感じの行員だったから、なんかそういう子をね逃しちゃうのはちょっともったいないと思ってるんだよねみたいな。本当にもったいないと思ってるかどうか知らないよ、3000人ぐらいいるんだからね、銀行って多分分からんけどね、そんな3000分の1がいようがいまいがさ、別に会社は回るんだからね、頭取が変わったって銀行回るんだからさ、俺みたいな行員がいなくなるほうがさ、そんな変わんないんだろうなと思いながら、もうあすいませんありがとうございますとか言いながらね、人事のヒアリングを乗り越えてしたらね、だんだんとね、支店長がもうこいつ辞めるからなみたいな感じで、おい帰みたいな、お前あれせえこれせえみたいな感じでね、いろんなねこう雑務をねやらされるようになって、まあそれは結構楽しかったんだけど、ランドオーナーって言われるね、マンションの大家さん、マンション用に住宅ローン、アパートローンか、アパートローンを借りてる人ってね、あの決算書がいるんで、決算書じゃねえや、確定申告書か、確定申告書がいたりするから、お前それをもう今日中に全部集めてこいみたいな、めっちゃ面白そうでしょ、この仕事。だって別になんかさ、業務で数字出すとかじゃないんだよ。だって確定申告書をピンポンしてもらってくればいいだけの仕事みたいなの、新庄からさ、お前これ誰もやるやつがおらんけやってこいって言われて、あいあいさーってかっつって、なんだお前ちょっと悔しがれよとかって言われたんですけど、あのいや別に全然やりますよとかっつって、朝出てさ、サボりながら10軒回れみたいな感じのがあって、サボりながらね10軒さ回って、一日中さこの暑い時期を原付乗ってさピーとかっつって出てるからさ、めっちゃ日焼けすんだこの辺、半袖だからさ、その時めっちゃ日焼けして帰ってきて、お前なんなんみたいな、10軒回ってこいっつったけど支店を一日中開けろとは言ってねえぞって、いやでも持ってきましたみたいな、10冊持ってきましたみたいな感じのことやって、ね、まあ、そういうなんか雑務をねやれみたいな感じ言われたりとかしてて、終盤は。あとはね、まあその辞めるってなった時に、銀行に寄れるのはまあ長くないわけじゃないですか。長くてもまあ2ヶ月か2ヶ月ぐらいしかいないから、その銀行の中にいて知れることはもう全部知っとこうと思ったんですよね。2ヶ月の間でやれることは全部、知れることは全部知ろうと思って、業務のちょっと暇な時とかにね、あの校内のね規定とか調べて、あ支店にはこんなランクがあるんだとか、あこういう時ってこういう考え方するんだとか、なんかこういう仕組みになってんのねみたいな。銀行ってさ、規定命じゃん。これちょっと銀行員の人しか分かんないと思うんだけど、銀行の仕事ってその規定っていうもう大原則、マヤ文明じゃねえや、旧約聖書みたいな、で聖書みたいなのがあって、それに沿ってやってるか否か、それに書いてなかったら本部に倒せるみたいな、そんなもうそのバイブルがもう第一なんですよ。でこの規定に沿ってるか否か、あるかないか、その規定みたいなものをね、とにかく漁って読み漁って、もう銀行員としてできる使える権利みたいなものは全部使ってね、 LINE はしないですけど、まあ、いろんな知識のインプットして、ね、じゃないとね、こんなね2年経ってないか1年半もね銀行のさ経験談やめたやつがよ、1年7ヶ月しか銀行にいなかったやつがこんなになんかさ、銀行はこんな資格があってね、こんな業務があってね、こんなことさせられちゃってね、こんな制度だよとかって言えないでしょ。そんぐらい叩き込んだのよ、もったいないと思って。だって当時俺が銀行に就職した時の倍率がさ、何倍だっけな、10倍とか20倍とかなのよ。だってあの当時ね150人かな、そんぐらい分かんないけど同期がいて、応募者数が何人って言ったかな、2000人とか2500人って言ってたのよ、当時の人事が。だからまあ20倍弱とかでしょ、うん、まあその書類出すだけみたいな人もいるからね、その銀行だからさ、地元の企業だったらね、銀行ってピンってくるじゃん。だからとりあえずまあ泣いてもらえたらいいかぐらいな感じで出す人って結構多いから、まあ、表面上的な、ね、倍率は高くなるんだけど、何千人もさこの銀行に行きたかったっていう人がいて、本当に行きたかった人がさ落ちたりもするわけだから、そういう人たちに示しがつかんという思いもあったわけですよ、当時の私はね。だからまあまあ勉強してさ、もうその知識もねだんだん古くなってってるんだけど、まあそれだけ吸収しようと思ってバーって吸収して、でまあだん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 新庁からの要求がエスカレートしてきて、あれせえこれせえ、会にやらせろどうじゃこうじゃみたいな、まあこれはねパワハラと思う人もいると思うわ、うん、なんだけど当時の俺は結構それがね嬉しくてさ、ド M とかじゃなくてなんか支店長で結構そのなんかお前はできると思ってるけやらせるみたいな人だったから、まあそんな人にさ、まあ、雑用係じゃけええわええように使えと思われたとしても、まあそういうのがあるからちょっと嬉しいわけじゃん。まあお前辞めるけえよなって言って、はいとかつってさまあこういうの言われますからね、どうせ辞めるってなったら課長とかからもお前辞めるけええよなとかつって言われますけども、そこはまあ別に僕は何ともなかったですかね。いやそんなことやんでくださいよみたいな感じで言いながら、まあなんとか乗り切ったりとかして退社する日をね迎えるわけなんですけども、退職する人がいるっていうのってあんまりなんかそんなすぐには言わないんだよね。僕は辞める2週間ぐらい前からようやくあのなんか支店の朝の会議のところで、あの今月末で海外辞めますみたいなのを支店長が言って、
当時のお世話になった先輩とかもはみたいな、え、うっそみたいな感じで、その視点の会議でね、めっちゃなんか視線を感じたんですけど、まあその時のね、お世話になった先輩っていうのがこの間ちょっと何個前の動画か忘れたけども、あのばったりね、東京の IT 系の会社の展示場でね、出会った、ね、久しぶりの再会がさ、すごい大量の人がいるなんか展示会の中で、たまたま僕のいたブースの前を横切るっていうね、その先輩が、そういう再会の仕方をした支店の先輩がね、もう今はその人も銀行を辞めて東京にね来てたりするんだけど、まあそういうのがあってね、辞める日の1週間ぐらい前に残ってた有給使ってさ、東京に引っ越して、引っ越しの準備しっかりしてから、11月1日からね、僕の誕生日の前日ですよから出勤開始しようと思ってたんですけど、支店長にね、お前有給なんか取れるとは思うなよって言われて、はいとかつつ取らずにさ、10月31日辞めて、その日の夕方ね、5時半とかの定時でね、ビチとか、銀行って定時ビチで帰れること多いから、18時半とかの新幹線に乗って東京に来て、家決めれなかったから、その時なんかマンスリーマンションみたいなのを借りてて、マンスリーマンションにね、その日のうちに荷物抱えて行ってさ、ちょっとだけ寝て朝から出社してみたいな感じでしたよ。何分喋ってる？40分ぐらい喋ってるけど、結構聞かれるんですよ、僕、あのコメントとか DM でね、あのカイログさん辞めるって言ったらどんな感じでしたみたいな、あの僕が辞めた時はまあこんな感じでした、支店長が悲しんで、課長はあっけらかんとしていて、支店の先輩も驚いて、支店長から、そして、人事からもいろいろな引き止めにあったけれども、僕は辞めますっていう風な感じで言ったら、なんかそんな、なんかパワハラを受けるとか、必要に引き延ばしに遭うとかっていうことは全然なく、ちょっと支店長に仕事を、雑務を任される量が増えたっていうぐらいで、割と丸く退職はできた方なんじゃないかなと思ってはいますが、はい、ちょっと中途半端な、ね、時期に辞めてるので、人員整理がとかっていうのがあったからね、それはなんかもう少し早めに言ってあげといた方が良かったかなと思いましたけども、まあこんな感じでしょうか、まあ、これがね、ちょっと再生回数伸びるかどうかっていうのはね、分からないんですけども、一つの参考になればと思います。では今日の動画はここまでにしたいと思います。カイログでした。バイ、チャー。